どうもプラルでございます。今回やっていきましょう。ということで今回はですね、ついに来ました。どこだ、ここだ。はい、共産ビットサミット記念ということで、今年もこのステージの方がやってきましたので、今回はですねこちらのステージの方やっていこうかなと思います。で、一応このステージに関しては去年と一昨年かな、確か2回はねやったんですけれども、これですね、レアチケットが1枚ね必ずゲットできるということで、もうね完全に忘れてます。もう1年前の話はね、あのどういうステージだったのかもすらもう覚えてないんですけども、まあとりあえずね、まあちょっと新鮮さがあるのかよくわかんないんですけども、とりあえず行きたいと思います。で、一応どうしようかな、まあパーティーとしては特に何も考えていないんで、じゃあ一応このパーティーで、行きたいと思います。はい、じゃあとりあえず行っていきたいと思います。行きましょう。通信でございます。っていうことで、今回は勝っていませんよ。ということで、これだけだったっけ、なんかボス出てくるんだったっけ。ちょっと待って、覚えてないんだけど、まあいっか。じゃあこれで猫娘いけ。あと他なんか出しとくよ。特にじゃあどうしようかな。特に何もねえわ。じゃあもう強ライオンでいきまーす。まあ、ボスは、いっぱい出てきた感じね。なるほどね。終わっちゃったわ。はい、ということで。はい、レアチケットいただきました。ありがとうございます。レアチケの方は結構溜まってきてるんでね。ちょっと後で放出先を考えないと。はい。ということで、初クリア、猫缶30個ゲット、さらにリーダーシップもゲットということで。って感じですね。おっと、待て。こんなあったっけ？ワンモアスイングが出現しました。挑戦しますか？スピードアップ以外のアイテム使用は継続できませんと。あれ、去年こんなあったっけ？ちょっと待って、覚えてないんだけど。え、なにこれ？っていうことで、これ ES するとどうなのかね。まあ、いいか、やるか。はい。ということで。これクリアすると何があるんだろう。あ、背景がちょっと変わったね。おー、にゃんこ仕様になったね。あれー、こんなんだったっけ。あー、なるほど。おー、いっぱい出てきたね。これあれですね。京羅のモネコの、ステージの時にも出てきたこの敵ですね。どうしようか。特に何も考えてないんだけど、どうしよう。じゃあ猫虫で行ってもらいましょうか。これ単発だったっけ。あ、大丈夫か。はい、特には、じゃあまあこんな感じでラーメンところで、この2体で行きましょうか。これ何ドロップするんだっけ。猫缶がもう1個もらえるのかな。いやー、レアチケットはもうもらえないよね、さすがにね。全然覚えてないけど、もうまたボスいるよこれ。あ、ででう、このワンコ何。あ、特になんもないか。あ、びっくりした。あ、めちゃめちゃ強化されてるあれかと思った。さあ、何が出てくるのか。嘘、レアチケットもう一枚もらえるんだ。もう覚えてないんだけど。やったね、ありがとうございます。ということで、サバガの方でもちょっとゲットしようかな。はい、ということでありがとうございます。あ、これはあれなんだね。ということで戻りましょう。ということで、今回はこちらですね、都メッセで開催ということで、ビットサミットの、ステージですね、こちらの方やりました。ちょっとね、本当にね、もう去年のもうね覚えてないんですけれども、一応レアチケットの方が2枚、ゲットできますので、まあこれはね、もはやお早めにやっていただきたいなと思います。残りあと2日なので、まあ今のうちにやっとけばいいかなと思います。ステージ自体はそんな難しくないんで、全然、余裕にクリアできるかなと思います。ということで、まあ、レアチケットの方もね結構溜まってきたのかなと思うんですけども、あとニャンコガチャの方ね、こちらもそろそろ99枚に到達しそうなので、まあ、これもちょっとレアチケットに変えて、まあ、どれに回すかをねちょっと考えようかなと思います。ということで今回動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回動画でお会いしましょう。またねー。